サーチャーエンジンドライビングレッスン中級編。こんにちは。こんにちは。なんかいきなりなんだけどさ、ちょっと2人ともスポーツドライビングちょっと舐めてない？すいません、ちょっと油断しました。俺がほらこんな決めてんの、はい、汗かきなの。スポーツドライビングってやっぱりスポーツってさ、非常に崇高な儀式で、昔はこうプロ化する F1 のこうプロ化の前はレーシングドライバーのことをね、ジェントルマンドライバーって言ってたじゃない。だからインディーでもジェントルマンスタチューエンジンって言うでしょ。だからやっぱり非常にこう貴族たちにこう愛されてきたドライバーじゃなきゃいけないから、やっぱりジェントルマンってなアンドレディじゃなきゃいけないんだよね。やっぱりその格好っていうのは大事で、はい、なんかこれもう新橋スタイルだし、こっちなんかなんか舐め切ってる姉ちゃんって感じだし、はい。それで、中級編の心得としては、まあ、一応2人はサーキット走行の経験があるということで中級編にさせていただきましたけど、大田中さんはレース経験あり、はい、はい、GTI カップに5年ほど参戦してます。もうね、はい、ゴルフワーゲンのレーシングカー乗ってたら一生運転うまくなんないよ。あ、そうですか。ビートルとかね、はい、もう今あれでしょ、2ペダルの DSG でしょ。そうですね、はい、でドアンダーの車で曲がんない車で異常なセッティングして、はい、あれはもうレースとは言わない。あのドライビングうまくなりたいんだったらやっぱりこういう後輪駆動を乗って3ペダルのマニュアル乗らないとダメだと思うのね、はい、じゃあ今日は基礎からやり直しということで。はい、サーキット走行経験あり、ドライバートレーニングでさっき先導車付きで走ったことはありますけれども、レースとかそういったものは全くないです。ドライバートレーニングっていうと BM ですね。はい。サーキットで速く走ることと運転うまくなりたいことって意外と違っててね。で実際レースで速いドライバーでも一般道であんまり安心して助手席乗りたいなっていうドライバーがいるとは限らないんで、うん、一般道でうまいのとサーキットで速いのはちょっと別問題だから、まあ、皆さんの中級ぐらいになるとかえって始末が悪いのは車の性能を引き出したいって思うじゃない。そうじゃなくて車の性能をいかに出ささないかっていうのがポイントになってくるね。それどういうことなんですか。だってアクセルもやっぱパンってこう500馬力でも2ペダルで、うん、今 AT 免許でも乗れちゃうでしょ、はい、どうやったって性能ってすぐ出ちゃうんだよね、うん、でなんかそれで乗った気になってるんだけど、うん、実は裏側で全部コンピューターがね、うん、車の安定性を確保したりしてますよね。ですからやっぱり自分で車を運転するということは性能を出た性能を引っ込ますっていうのも大事だから、だからやっぱりアクセルを戻すこととかブレーキを踏むこととかね、意外とその攻める方に気がいってしまうんで、やっぱり守りと攻め両方できないといけないんで、まあ、山本さん BM のトレーニングでまあその安全運転ある程度受けてると思うけど、まあ2人は多分結構怖い思いもしたことあるんじゃないの。あります。はい、あります。だからその怖い思いのところでどういうふうに車と瞬間的に対処できるかっていうところがすごくポイントでね。でまあここに持ってきた車はいわゆるスポーツモデルなんで、こっちは四駆ですけど非常にパワーもあるし、AT ですけど2ペダルの AT だけど、こっちはマニュアルなのでヒラントゥ、うん、でまさか AT 限定免許でレースやってるわけじゃないよね。はい、マニュアル免許です。マニュアル、はい、はい、マニュアルです。マニュアル乗れる。自分の車がマニュアルです。トゥーアンドヒールはできません。できるかどうかやってみないと分かりません、ね、まあそんなもんだろうね、うん、じゃあここではですねちょっと3ペダルを基本にして、3ペダル乗れる人は実は AT もうまいんだよね、うん、でマニュアル乗れない人が AT に乗っちゃうと、うん、そのマニュアルの持ってるこうデリケートなところってあるじゃない、うん、そういうのが分からずにバンとかアクセル踏んだりしちゃうんで、そこはこのケイマンベースでマニュアルをちょっと足の操作をしっかりと学んでこっちでちょっとハンドリングを勉強したいと思いますけど、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。